はい、どうも、サッカー卓球のニトリに収録終了です。今回も FC24、キャリアモードへの続きやっていきます。12月になりました。ユース見ていきましょう。まずはルーマニアから。一人だけ昇格させましょと、このバリオスを昇格させます。メキシコですね。メキシコがいい選手がなかなかいないんですよね。で、モロッコ。2人へあげましょう。で、この彼は放出で、このアーリーとアーメド、モロッコはもうアーリーとアーメドしかいないですよね。本当に。1月になりました。ユース見ていきましょう。ルーマニアがしょぼいんですよね、結果的に見れば。こういうのが大事です。将来的に見ればになりますが。2人います。そしたらこのフルタド上げて、ルーも上げていきましょう。で、この2人を獲得する。で、モロッコを見ていきますか。モロッコは1人ですね。そしたら、イブラヒムを昇格させましょう。で、昇格させたフルタド、イブラヒム。ラルベンタル出していきましょう。2月になりました。ユース見ていきましょう。彼を契約していきます。こういうのは大事。
いないけど。彼を契約していきましょう。上の移籍期間が終わりました。このゴンザレスが、ちょっとね、揉めちゃったので、ヘンクに移籍しました。で、このユース上げた3人をレンタルでまた移籍させました。今回はこのノリッチ戦をやって終わりにしていきましょう。では早速試合やっていきます。ノリッチ組に誰がいるかっていうのも確認しながらやっていきたいですね。あんま試合に集中できない可能性もありますけど。明日はいよいよルヴァンカップの決勝ですね。私は浦和ファンなので、レッツに勝ってほしいんですけども。危ない。ヒヤリとする場面となりましたね。間延びしすぎじゃない？ナイスディフェンスあり。いい抜け出しからあり。先制しましたね。なかなか中央突破してるイメージはないんで、まあいいゴールでしょう。ねえ、これ、ゲーゲンプレスで今縛ってやってるんですけども、あなたのハートにゲーゲンプレスってことで、だから来週、ダゾーンのフットボールタイムにまた久々出るそうなんですが。そうだな。このゲームに関してだとやっぱ守備の人数がだいぶ減っちゃうんで、ちょっと難しいところではあるんですけどね。まあこれが縛りなんで、継続してやっていかなければなりませんと。ラドゥ、足遅いな、ラドゥ。カットする。オフサイドですかね。針に入った。これまで落として、いや、シュートミスった。弱すぎるよ、それ。もう一回コーナーですね。ハッサンがキープしきれてない。アリオスは多分もうちょっと疲れてきちゃいました。前半から。いいですよ、そういうディフェンス大事です。バリアスを下げて、サイリーと出していきましょう。
ろ、だいぶ固められてて攻めにくいですね。しっかり後ろからつないで、いやー、あんまり姿が足りない。ポジションも縛ってるんで守備固めとかもできないんですよね。あんまりここはこれはノリッチにボールを握られてる。ノリッチもやっぱプレミアで戦うチームだけあってね、ダウン強いと思うんで、こういう時間怖いですよ。ナイスキーパー。ハッサンに変えてローマ。これでいきましょう。細かいドリブルで抜けない。完全にシミュレーションでしょう。ここで残り3カード切っていきましょう。コマンとメガ、あとはアルパレス、これでいきましょう。今のパスだったんですかね。またなんかあそこの交代バッグ起きてますよ。ここはしっかりクリーンシートして終わりたいですね。これで終わりかな。終わりました。次の順位確認していきましょう。順位が今2位で、1位はブレントフォード。それはまあ強いでしょうね。プレミアでも順位走ってますし、サウスアンプトがちょっと低迷してるかなっていう気はしてます。あとまあルールトン、シェフィールド、ノリッチあたりはやっぱプレミアは結構常連のイメージがあるんで、意外にも下ですね。コーチなんですけど、なんか現在その解任できないバグが発生してるって話を早めに聞いていたので、もう全部星5しか今雇用してないです。ニュース見ていきましょう。今こんな感じになっています。まあちょっと今フォワードを育ててる時期ですね。チームハブですね。
ポテンシャル低い順から見せていきましょう。まあ、ルーサレスは正直もう、グリゴールのバックアップ、まあ、正直犠牲枠にはなってますね。まあ、ここら辺の選手たち、まあ、レンタルで出しながらになるんですけど、早速レンタル行ったフルタドとか、もう、ポテンシャルちょっと上がってますね。ポテンシャルじゃなくて OVR でした。で、まあ、ここら辺のやっぱバックアップの選手たちはもう、しょうがないって感じですね。で、まあ、今メンタル組。こんな感じで、このアリはちょっと、もうちょっと薄いんですけど、今センターバックがね、こういう犠牲枠が不足してて、しょうがないなって形ですよね。イブラヒムもだいぶもう上がってますね。行ったばっかなのに。まあ、こういうレンタル組が帰ってきて、どれぐらいチームが強くなるか、それが今は一番楽しみな部分ではありますね。未知の可能性秘めるエンド。ここら辺も楽しみで、今仕方ない状態ですね。このサイダーリグリゴルあたりのステータスがもうちょっと上がってほしいなって気はします。一番の注目株はやっぱこの N が一番期待できるかなと思ってます。チャンネル登録お願いします。バイバイ。終わり。